皆さんこんにちは、なるほど天です。今日はピオ将棋ですね、なんと初段にチャレンジしたいなと思います。で、最近ですね、アップデートされてですね、数が増えまして、まあ確か前14級までだったのに15級からスタートで、ですね、ピオ帝はそのまんまですね。ですね、強さは上限は同じで、間抜けてた9とかですね、例えば7級がなかったけど今回7級はできたみたいな感じですね。 できましたので、私今までアップデートの前はですね、3級でも勝てなかったんですけど、なぜかですね、アップデート後、3級勝てるようになりまして、2級1級と、まあ、1級はまあ戦ってないですけど、2級にも勝利してですね、もしかしてこれは初段でも勝てるのではないかということでですね、チャレンジしたいと思います。まあ多分弱くはなってないと思うんですけど、まあ、弱くなっていないなら私の記録が上がったってことですかね。まあ多分そういうことだと思います。まあ今までピオ将棋は無音でやってましたけど、まあ私ちょっと将棋そんなに得意ではありませんので、まあ何を喋っていいかわからないのですね、最初実況やろうかなと思ってたんですけど、どうも私には将棋の知識があまりないので実況はできないということで、まあ、今回ですね、初の、まあ、実況をやってみます。まあと言いましてもあまりあれですよね、将棋の話はしないとかできないですね。おや、こっちかな、まあ、やっぱ初段強いですからね。これはどうすればいいんでしょうね。まあ一旦ちゃんちゃんちゃんですよね。角が、おお、切ってきた。なんで、初段ってこんなもんなんですかね。ちょっとよく分かんなかったですね。どうしたらいいですかね。相手は金持ってるんですよね。まあ、角があるならここに打つべき、割り打ちですか。で、基本出れば、まあ、一応馬は作れますよね。この辺りですね、桂馬が効いてますからね。ってことはあれですかね。いや、でも悩みますね。まあ、飛車を、まあ、歩を打たせて、こちら側に、ああ、なるほど。でも、こうしたらあれですよね。引きますよね。これで飛車が、おや、逃げられない。すごいですね。どうしましょうか。銀はまあ取られますので、先に銀で取るんですね。あれですね、桂馬、歩も打てないですね。こうですかね。難しいですね。間違った気がしますね。銀取られますから、取られるなら、そうね、桂馬使っていきましょうか。そこ、ああ、なるほど。難しいですね。
ですよね、なりますよね。逃げます、角を。あー、たくさん来た。もうこれはもうなった方がいいですよね。で、難しい。まあ角を1個あげますか。で、飛車に当てておいたら、まあ当然逃げますから、ここで。ああ、スライドですね。どうしましょうかね。まあ、完全にこっち負けてれますね。もう金を取らせて銀が来てよりは取っておいて銀を打った方がいいってことですかね。相手は金ですよね。取られました。悲しいですね。これはもうやられ放題な。どう来るんでしょうね。桂馬を取る、まあ、あら、でも相手の攻めはもうあれですからね。危険ですね。こっちですかね。相手が桂馬を持っていても俺は歩を渡した方がいいですよね。で、これで飛車は絶対逃げられないので、厳しいですね。で、どうですかね、どっちで取るべきですかね。まあでも角は守りにも効かせた方がいいってことは斜めに効いてますからね。ふーっときます。おお、そうきましたか。あー、悩みますね。王様がいいのか、まあ、王様ですかね。金龍、まあ、こっち駒いっぱいありますからね。まあ、桂馬で王様逃げられなくして、おお、そっちに逃げますね。まあでも銀で王様、あ、もうそっち行ったら終わりですね。ああ、終わってなかった。桂馬がいた。うっかり八兵衛ですね。ちょっと待ってください。金がいてあるところ、あー、こうですね。銀で王手した銀で取るしかないですよね。そっちを取る。飛車を打ちます。逃げます。まあしょうがないですね。取るしかないですよね。いやー、もう勝ってると思うんですけど、勝ってないのかな。銀を
王手したら金で取って、そうですね、ここに飛車の上に銀を打てば OK じゃないですか。お、よかった、勝ちましたね。すごい、初段に勝てるもんなんですね。あ、でも最初の方はあれですね、やっぱ相手の方が有利なんですね。だから私大体後手でやるんですけど、まあ後手で最初から有利なことってほぼないですからね。ここで角切ってきたらもう手がなかったってことですか。危なかったですけどね。すごいですね。まだ終盤めちゃくちゃ弱いんですけど、終盤力ないですからね。ああ、でもこの辺から。おお。あ、でもすごいですね。よく勝てましたね、これで。あ、でも念願の初段初ゲットですね。それでは、今回の動画は以上になります。よろしければグッドボタンとチャンネル登録をぜひお願いいたします。まあ、初段倒しましたので、次1段ですか、初段プラス、まあ、初段プラスですね、まあ、強いと思いますので、戦っていきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。